本当に存在するのか怪しい大学を教えてください。了解。今回は珍しい名前の大学を2つ紹介します。2つ目、デジタルハリウッド大学、通称デジハリ。最近では CM キャラクターにあの平野翔さんを起用したことで話題になったね。メインキャンパスはハリウッドではなく東京のお茶の水にあります。実は株式会社が設立した日本では数少ないタイプの大学で、この設立会社の名前がデジタルハリウッド株式会社なんでね。学長の杉山さんはデジタルスキルを身につけてハリウッドワークスタイルを実現することが今後の時代に求められるという考え方から、デジタルハリウッドと名付けたと語っています。ハリウッドワークスタイルとはプロデューサーがプロジェクトごとにそれぞれの専門家チームを組むことで、実際に作品制作の時はこのスタイルを採用してるんだって。主にデジタルコンテンツや企画、コミュニケーションを学ぶことができて、就職する人の7割がクリエイター職に就くらしい。内定率はなんと 90%。 電通や ABEX など大企業への就職実績もあります。ちなみに近年は親のサイトだから国内で入学式に切り替えたみたいだけど、開校当初は海外で送ってたらしいよ。エグすぎるよね。だって北海道札幌市の天使大学、一回聞いたら忘れない名前だよね。キリスト教聖書の文言や、かつての札幌にあった修道院の呼びが天使だったことが名前の由来なんだって。天使大学は看護師、管理栄養士の国家資格取得と養成に特化しているんで、看護栄養学はなんと全国に6つしかない珍しい学で、その就職決定率はなんと 100%。 学長によれば天使大学の天使は現実の最も深いところにおられ、病気や困難の中にある人々に近い存在との。天使大学を育てようとしている学生もまさに天使なんだね。他にも珍しい名前の大学があったらコメント欄で教えて。